いやもうこれはお得情報でしょう。間違いない、お得でしょ、お得やと思う。入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それで始めていきましょう。マナビズムの中桐です。です、こんにちは。はい、次の質問です。はい、高3の近代文系学部志望です。現在 A 国社で偏差値50、基礎は一通り終わったといった感じです。どうしても公募試験で近代合格を決めたいと思っているので、公募試験で受かる受験生のレベル、そこに行き着く方法を教えていただきたいです、というような質問ですね。うん、近代公募は難しいですね。難しい。去年はえげつなかった。そうですね、果てしない合格最低点の上昇という感じになりましたんで、うんうん、まあ、あの今年もおそらく難化というかね、うん、あの基準が高いかなっていうふうなところはあるんですけど、うん、そうですね、まあ、公募試験で受かる受験生のレベルっていうことなんですけど、さっきも言った通り合格点がすごく高くなってるので、基礎的なことはできても本当に当たり前というか、うん、あの教科書で見たことがあるような形が解けるっていうのはもう前提で、もうそこはノータイムで切っていくぐらいの、あの勢いじゃないと、結構その他の受験生、実際受かってくる受験生と戦うのっていうのは、まあ、ちょっと厳しいんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん、だから、まあ、多分今その言ってくれてるのが偏差値がちょうど真ん中で、まあ、基礎が終わったっていうふうな形なんですけど、多分基礎が一通り終わったっていうのと基礎を使いこなせるようになったっていうのは全然別の次元だと思うので、うん、まあ、公募があるまで残り数ヶ月っていうところで、このまあ9月の、まあ8月から9月にかけての1ヶ月間とかを、その基礎が一通り終わったのを抜けないようにしつつ、かつ自分の思考回路から出すためにはどういうふうに設問を見ていけばいいのかとか、普段からどういう、インプットの工夫、アウトプットの工夫をすればいいのかっていうところにちょっと焦点を当ててほしいかなと思いますね。うん、で、そのここ最近の受験トークをもう見てるならわかると思うんですけど、そのそれをどうやってやるかはもう間違いなく過去問でやる必要があるので、うん、まあ、時期的にも一度あの公募の過去問を解いてみるのはありじゃないかなというふうに思いますね。うん、まあ、ちゃんと時間を計って、まあ、マークする時間を考えてマイナス5分ぐらいで、まあ、55分の制限時間の中で考えて、解いてみてくれたらいいんじゃないかなというふうな感じですね。うん、で、まあ、過去問のその分析方法とか解き方に関しては、まあ、どれぐらい実際その今偏差値50の段階で実際解いてみてどういうふうになったかっていう、その成績を見てみないと詳しい方法はアドバイスできないですけど、まあ、やっぱり過去の動画でも話してるんですけど、過去問を解くにおいて、まあ、解く前と実際解いてるその時間内と解いた後の復習っていうのがすごく大事になってくるんで、解いた後の復習は結構みんな意識してくれてるんですけど、解く前と解いてる最中っていうのも、そのしっかりと自分が敵のどういう情報を見ればいいのかとかっていうのも意識しつつやってくれたらいいかなというふうに思いますね。うん、はい、なんかこう近代、特に近代公募でっていうところでこう考えておいた方がいいこととかってありますか？英検でしょ。英検使う手があるかなと思うんですが、ちょっと一個注意してほしいのが、去年合格最低点がめちゃくちゃ上がった理由の一つとして英検があると思ってて、ね、去年までは英検2級取ってたら、もう取ってる時点で英語がみなし80点で、それはほんま強い、うん、そうで2級 A っていう、まあ、要はぶっちぎりで2級を取ってたら90点で、順位消えたら満点っていう換算やって、そのせいで上がったっていうのもあって、今年からシステムがちょっと変わって2級取ってたら75点、そうです、で2級 A で85点で順位消えたら満点っていうシステムに変わってて、ちょっとそこがきっかけというか、2級持ってたらとりあえずは75点保証されるんですよ。でもし本番75点以上取ったらそっちの点数が優遇されるっていうシステムになったんで、まあ今内部生向けに言ってるのは保険かけれるよって意味で2級取りなさいっていう話をしてるんですが、受験トークへの質問は LINE 登録後こちらのボタンをクリック。2級ってなんか対策しないといけないのってすげえイメージとしてはあるけど、はい、ザルというか今年やばい、今年英検ちょっとなんか英検批判みたいになるけど、受かりやすすぎる。そうですね、ちょっとそれ感じますね、うん、今年はちゃんとこれ感情じゃなくて理由があって、英検オフィシャルサイト見てくれたらいいけど、今年から AI が採点してるんよ。はい、されてますね。そうですね、でそれに伴ってライティング特に採点荒すぎる、あれ余裕でほんまにあの自己採点するでしょ。であのリスニングとリーディング見た感じだったら、あこの子ちょっときついかなと思ったら、ライティングで大逆転合格みたいなのがめちゃくちゃ出てて
今年だってほぼ全員受かってるよね。今大体みんな受かってる、ほぼ全員受かってる、ほぼ無対策で、まあ面接でちょっと対策してあげたぐらいの感じでバンバン受かってるからめちゃくちゃチャンス、うん、まあ AI ってあとはデータ蓄積されて、まあブラッシュアップされていくもんやから、こっから先もうちょい採点厳しくなるかなと思うけど、まだ2回目やからだいぶ点数高く出るようになってると思うから、まあ近代一部日程はちょっと間に合わない公募がありますけども、まあ基本間に合うようにちゃんと早く手続きやってくれたら間に合うので、10月の英検絡んでもいいのかなとは個人的に思いますね。そうです、これはお得情報です、ね、お得情報これはやけどほんまに荒らす、ちょっとねひどいよなあれ。まあそうですね、ちょっと見ててもこれで、うん、まあ、正直これで受かっちゃうかっていうのもある、うん、のは事実ですからね、うん、これ帰り道刺されるかな、英検マンに刺されるかもしれない。英検マンってなんか英検マンっていうの本年あ いるんですか。いる、英検マンって本年なんか初めて知った、暗殺されるかもしれないやけどもちょっと今だからこそお得な情報として一応提供しておきますね、はい、2級絡めるというのはすごいありな手段だと思います、うん、はい、そうですね、はい、あとはまあその出願の戦略的なところで言うと、今質問してくれてる人は特にその学部の縛りがまああんまりないのかなっていう感じはするので、まあ文系の学部であればっていう風なところだったら、まあ過去3年ぐらいの最低点を探してみて、まあここだったら比較的まあ例年点数が低くなってるんじゃないかっていうところを多めに出願するとか、まあ高得点重視の方式を出してみたりとか、まあちょっとそのまあもちろん出願する際にお金はかかるんですけど、まあちょっとその辺も相談した上でこう手数をね増やしていってくれたらいいんじゃないかなというふうに思いますね、うん、はいはい、あとこれちょっとまあ質問からそれちゃうあれになるんですけど、うん、公募は、まあ、さっきまあ過去3年分の最低点見て比較的低いところみたいなこと言ったんですけど、それでもやっぱり高いんで3期交流の公募っていうのは基本的に、うん、だからあんまり受かるだろうと思っていったら結構痛い目見ると、うん、受かったら本当ラッキーぐらいの感じで、まあ、絶対決めたいっていうふうに書いてくれてるんですけど、それでもまあ受かったらラッキーぐらい の、うん、気持ちでいかないとそもそも結構ね厳しいかなっていうのと、あとそれをちょっと考えた上で言うと、その公募で2科目しか使わないからといって選択科目の勉強を止めてしまうと、もし公募でダメだったってなった時に一般でも間に合わないので、うん、絶対に公募の勉強してる間も選択科目は止めないでください。もう今まで通り普通にやるように、うん、で例えば公募の過去問をやるとか、その、まあ、英語とか国語に対策を時間を厚くかけたいっていう風になるんだったら、本当にこう1日の中の勉強の総量を増やして、まあ、総量を増やすというか、今まで自分が勉強できてると思ってた時間の中でもう一回それを見直して、こうなんか気がついたらスマホ触ってるとか、気がついたらダラダラしてるとか、そういう時間が本当にないかっていうのを 見直して、でそこで勉強時間確保した上で社会も今まで通りやる、これが正しい受験生の勉強の仕方かなというふうに思うので、うんうん、まあ公募で、もちろん結果出せるように頑張ってほしいんですけど、なかなか厳しいのは現実だかなというふうに思うので、うん、ちゃんと選択科目も含めて一般で受かるような勉強をしつつ、公募の過去問をね解いて、こう敵との距離を知りながらやってくれたらいいかなというふうに思います、うん、それでもよう言うわ、でも逆転の発想というか、はい、理想は一般入試で通るべきなんだと。で公募って何のためにやるかって言ったら、一般入試でぶっちぎりで受かるやつらを先摘み取っちゃうシステムやって言ってて、ってことは逆に一般入試は正々堂々と自分のことをしっかりやったら受かるようにできてんねんから、公募受かったらラッキーやと、ダメやったらダメで一般頑張りゃいいやっていう発想でやってくれって言ってるんで、あくまでそこにフォーカス置いて、気持ちすんげえわかるけど公募で決めたいのは、うん、長いスパンを持ってこの半年で今後につながらないかを得られると思ってやってほしいですね。そうですね、はい、最近氷の公募ダメでカンカン同率一般受かるのも全然余裕でいるんで、うん、はい、まあ、さっき言った話とかを踏まえて、しっかりと勉強に生かしてくれたらいいかなというふうに思います、はい、それではこの動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。あ、まだもんまイライラしてきた、もなんかもうあれはあかんでしょう甘すぎる採点がちょっと収まらない怒りが、まあこれに関して言ったら今高2の子たちにも必要になってくる情報だと思うので、ここから先どん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 、新入試へ向けての話もしていきたいなと思うので、引き続きチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 LINE アットの方から質問をお待ちしております、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。